倉敷ガンプラ部。ガンプラブ。はい、どうも、七色ガンプラブです。皆様、遅ればせながらではございますが、新年明けましておめでとうございます。2023年一発目の動画ということで、進捗具合としてはあんまりネタになるようなところまでは進んでなかったんですけども、今作っているヘイズル・アウスラギガンティックアームの進捗を、なんて言ったらいいんでしょうね。Vlog というか、プラモログというか、そういう形で紹介させていただきました。今日のね、メインはその前半部分なので、後半今からお話しするのはただの雑談ですので、興味のない方はね、スルーしていただいて大丈夫だと思います。さあ、昨年もね、いろいろなことがありました。私自身としましては、大きく、私生活にしろ模型にしろ何か変わったということはないんですけども、この長年やっている YouTube チャンネル七色ガンプラブというチャンネル、それから模型の制作活動、あとカメラ関係、それから模型サークル展示会、そういうところ、
そういうところに関して個人的にいろいろと考えさせられる1年でした。いい意味でも悪い意味でもね。で、まあそれをまあ1年間いろいろ悩んだ結果ですね、まあ結局のところ私の体制としては大きく変えずに、制作の方に関してもう少し力を入れていこうと。まあ要は動画として面白いものを目指していくのが YouTube で配信する中ではおそらく正しいことだと思うんですけども、そっちじゃなくて、制作でいいものを作って、できるだけいいもの、まあ、もしくは、私が作りたいもの、やりたいものをもっと自由にね、紹介していきたいと、まあ、そういうチャンネルにしていけばいいんじゃないかと思って、まあ今のこのヘイズルアウスラギガンティックアーム作っている感じです。で、2023年もとりあえず現状は、まあ、これが完成するまではその方向を維持したいと。で、お気づきの方、まあ、ずっとね私の動画を見ておられる方はお気づきかと思いますけども、手前のボリューム6、そして今回のボリューム7に関しては前半部分で私のナレーションが入っていません。で、動画の尺、要は動いている映像の尺もかなり削りました。というのはですね、私は常々制作動画の中にその制作のヒント、コツ、そういったものを盛り込んで皆さんにお届けして、まあ初心者の方でも、私ややこしい改造を結構やるんですけども、そんなめんどくさい動画の中でも初心者の方が盗んでいけるような、何かしら役に立つような、そんな内容を盛り込んで動画を作ってきました。ところがですね、これっていわゆるハウトゥー的な内容、丸々全部がハウトゥー的な内容ではなくて、あくまでも私の作品の紹介の中に組み込んでいるということで、私の作品に興味を持っていただけない方に関しては、この私が伝えたい、まあ、細かい制作の小ネタだとか、まあ、基本的な制作の手順だったり手法だったり、そういうのが、まあ、伝わらないわけですよね。そこで2023年今年は、まあ、試しにですよ、どこまで続けるか分かりませんけども、制作動画はあくまでも作品の紹介、私はこういうふうにやりましたよ、こういうふうにやりましたよ、こういうものができましたよという、そういう流れにしながら、別途ですね、探したいとき、こういう技法、こういう方法、まあ、分かりやすい話をすれば、例えば合わせ目消しについて検索したときに、その合わせ目消しをちゃんと紹介できる動画を1本用意すると。で、その後、まあ、例えば塗装に関するエアブラシの基本的な使い方だとか、まあ、塗料の希釈だとか、調色だとか、まあ、そういった動画も1本用意すると。まあ、これを1年かけてやって、まあ、いわば私のチャンネルの中に、私が行っている制作の基本スタイルのマニュアル、取扱説明書を用意したいと、そんな風に思っています。まあ、これに関してはですね、まあ、賛否両論あると思いますし、それを私が用意しても結局のところ、この YouTube 動画のフィードに出てこなければ皆さんのお目に触れる機会はないかもしれません。で、ここでこうやって喋っている内容も、今回雑談一本ではなくて、制作動画の後ろにくっつけたことで、これもね、一般の方、新しい私のチャンネルの視聴者には届かないかもしれませんが、まあ、一年の最初ということでね、まあ、初心表明という意味も含めて、これから先、初心者向けのコンテンツを独立させて、少しずつ少しずつ拡充していきたいと。そんな風に思っております。まあ1年経って、そのネタが一通り揃えば、まあわからない時に調べればここに答えが載ってるよ。まあ私のやり方ではありますけどね、一般的なものではないかもしれませんが、一通りの答えが載っているよと、そういうチャンネルにしていきたいなと、そんな風に思っております。もうね、私のチャンネルの最近の動画の視聴回数を見ていると、初心者層、私の動画から、模型を始めたような方は、おそらく卒業大半の方がされているんじゃないかなと思うんですよ。で、そういう状況であれば、
そういう方たちに向けては私のできる限りクオリティを上げた作品の紹介を見ていただくと。で、新規で、入ってこられる方に関してはハウトゥーなり、まあ、キットのレビューなり、まあ、レビューはあんまやらないと思うんですけどね、私新製品頑張って買うのが嫌なのでやらないと思うんですけども、そういうところを入り口に私の作品に興味を持って、もっと、単純な話、もっと皆さんに私の動画なり作品なりを見ていただきたいなと、そんな風に思っております。またですね、私はやはり趣味の一つとして、模型以外にカメラもやってます。で、私のね、使っているカメラ基本的にお高いモデルをどんどん買い替えてしまうので、レンズも含めてあまりね、参考にならないというか、そこまでお金かけられないという方も多いと思います。そんな中ですね、昨年の末にこのカメラを購入しました。こちらはソニーの ZV-E10 という APS-C サイズ、まあフルサイズ、35ミリサイズより一回り小さいセンサーを備えたモデル。その中でも、なんて言ったらいいんでしょうね、エントリーモデル。価格を抑えて、機能と価格を抑えて値段を下げた結果、初心者の方がとっつきやすいと、まあ、そういったモデルになっております。まあ、このカメラをこれから1年間、まあ、1年間もいかないかもしれないね、何度かに分けてこのカメラのレビュー、まあ、いわば今から模型の撮影をやりたい方に向けて、この程度の、まあ、これ本体ね、ポイントキャッシュバック込みで私6万円ぐらいで買ったんですよ、新品ね。まあ、レンズ別ですけど、レンズも3000円ぐらいだったかな。なので、トータル6万3000円で揃ったこのカメラ。レンズはおそらく買い足していくと思いますけども、このカメラで模型の撮影をやってみて、この程度のカメラでいいんだよっていう一つの目安をね、皆さんにお届けしたいと、そんな風にも思っております。何分ですね、時間がなかなか、まあこれは言い訳にもなるかもしれませんけども、時間のやりくりが非常に大変になってきております。そんな中で制作もやる、動画も作る、もうずっとやってますけどね、展示会にも出る、サークルの運営もやります。いろんなことをやっていきますが、そんな中で、いろんな方、もっと広い方に、この模型の世界に、足を踏み込んでもらいたいなと、そんなことを、進めていけるようなチャンネルにしたいと思っておりますので、皆様よければね、私のチャンネルなり動画なり、知り合いの方とかにね紹介していただいたり、 SNS で拡散していただいて、まあ、そういった初心者層に向けてのアピールを協力いただければなと思っております。もちろん強制はしませんよ、私の動画しょうもないから、紹介することでもないやっていう場合はもうスルーしていただいて結構ですので、できる方、気に入っていただけている方に関してはご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、そんなわけで2023年一発目の動画、こんな感じでスタートしました。あまりいいスタートではないかもしれませんが、ぜひ今年も1年間よろしくお願いいたします。そんなわけで今回の動画はここまで。お届けしたのは七色ガンプラブでした。